おはようございます。速稼塾の久保です。これは田代正史の寝起きのコーナーではありません。いつもの FX の相場解説なんですけども、電球が切れてしまいましてね、ちょっと買いに行くまでもうしばらくお待ちください。通販で頼んでもいいんですけども、さすがに1日2日と通販でしたらかかってしまいますんで、電気屋に行ってきます。はい、それではね、今日の FX なんですけども、ずっとね、セルで取るんだよってことを言ってましたけども、突然ビュンとね、バイの動きが加速しまして、その後どうなったかというと、またセルに戻ってきた、要するにトレンドの方に戻ってきたんですよね。もしかしてバイの方にトレンド転換したのかなという気がしないでもなかったんですけども、ここはね、偶然暗号通貨の方と呼応するように上がって下がっていきましたね。まあ直接は関係ないと思いますけども、その辺も込みで今日はね、解説の方に移っていこうかと思います。それでは画面を切り替えていきますね。まずはウィークリーからです。ウィークリーを見てみますと、いつもの通り、これ何年も前から同じことやってますけども、ここでしょ、ここでしょ、ここと、もう本当にね、なんかの一つ覚えみたいにこの線引いてますよね。こういう風にね、こういう風に引いたところで、もうね、このレジサポを超えてですね、ここを跳ね返らなくなってしまいました。で、下に入ってここを今度はこのようにまたね、下の方に移動平均線を見ていくんだろうなと思ってます。トレンドはずっとセルですね。で、次は、はい、デイリーなんですけども、デイリーもご覧のようにですね、ビューっとね、ほら、チャンネルラインが引けます。このチャンネルラインの引き方も結構センスが必要でですね、この飛び出たところはどうするんですかみたいなことがあるんですよ。で、それはね、飛び出たところまで行く、例えばこういう風に引く引き方もあるんですよね。でもこれだと多分うまくいってないんですよ。だから私のこのね、引き方が、常にできていると、結構ね、このチャンネルラインが正確に引けてると、勝ちやすいんじゃないかなと思いますよね。で、ここで跳ね返って、チャンネルラインに跳ね返されて、これまさにね、ここずっと取れたわけじゃないですか。そして、いつかの金曜日のことですけども、月火水木と取れてきたんで、一日ちょっと慎重に待とうかなと思ったら、まさに、こういうふうにね、反発が起きて、それからというもの、横ばいに入ったということなんで、危ないところで乗ってなかったってことですね。これはちょっと勘が働いたところです。でも勘っていうのも長年やってるから分かる勘なんですよね。経験がないと勘は働きません。はい、次です。4時間足ですよね。4時間足なんですけども、ここが問題の大きく跳ねたところです。ドーンとね、来ましたね。ずっと下落していたのが、ボカーンと跳ねた後、これ上の方に行くのかなと思ったら、こちらの方で跳ね返されてね、一気に下の方に行ったと。ここは、おかげさまで取れたところですね、ずっと。で、横ばいに入ったと。ちなみに、ここは深夜だったんで、エントリーせずに済みました。ここはね、慎重に見て、エントリーしなかったところですけどね。で、ドカーンと突き上げた後に、売りの方に、トレンドの方向にまた戻っていったということですね。移動平均線も、まとまって下に向かう形をとっています。1時間です。さあ、1時間どうでしょうか。この後私はですね、こちらのこの辺りまでね、ぐっと下がることを、私の相場解説見たらね、皆さんもこれやるのはやるだろうと思ってたと思いますけども、ここまで下がっていくんじゃないですかね。大きな突き上げがあるかもしれませんけども、おおむねこの流れで徐々に下がっていく方向かなと思ってます。いずれにしてもセルでいけば負ける可能性は非常に低いと思っています。はい、ということでね、ちょっと暗闇の中からお届けしましたけども、今日はね、27日金曜日ですけれども、セルの方向でエントリーするんですよ。セルの方向でいいんではないかなと思いますけども、今月ももう残り少ないですね。今日とあと30日しかないですね。そこそこ今月は勝てましたんで、無理せずに行こうかなというのが私の月の終わりのまとめですけども、皆さんいかがお考えでしょうか。12月はね、エントリーできる、タイミングが前半にしかないかと思いますんで、ちょっと勝てるときはしっかりとね、チャレンジしてリスクを確保で向かっていきたいなと思ってます。それが11月末に考えうる方針かなと思いますよね。今年も本当早かったですね。今年挽回するぞって言っても、もう日数ないからできないですね。
残された日しっかりとエントリーしていきましょう。それでは。